コロラド頭皮は、マツカ頭皮属の常緑信用種。青色を帯びた灰色が特徴的で、別名プンゲンス頭皮、青頭皮などとも呼ばれる。原産地は、アメリカのコロラド州から、ワイオミング州一帯のロッキー山脈。干渉価値が高く、様々な園芸品種が生み出されている。代表的な樹形、ミッションブルーという園芸品種の新名分布野生の、ものは、 全長20メートルを超えて成長するが、公園や庭園に植えると5から15メートル程度の大きさに止まる。樹形は円柱、円錐型を基本とし、水平に枝を分子する。枝が高褐色、幹は灰色の鱗状の樹皮で覆われる。葉は長さ3センチメートル程度の針状で、枝に対して全周性から放射状につき、 表面に青い粉状のワックスを伴っている。旧花は淡かし色で、長さは10センチメートルのものをつける。プンゲンスは、鋭く尖ったを意味し、その葉の形状に由来している。コロラド州のシンボルツリーにも指定されている。コロラド頭皮には、多くの園芸品種があり、園芸用として、公園や庭園で植樹される。またクリスマスツリーとしても栽培される。 未生による栽培では、親の特徴が必ずしも受け継がれないので、継ぎ木で栽培される。新食い虫による被害が深刻となる。幹の先端部の内部を食害し、先端部が枯死してしまう被害が出る。他にも貝殻虫、油虫による被害が知られている。肌には青頭皮に寄生することが知られ、下記に古い葉が横変するなどの被害を引き起こす。 体長4から7ミリメートルのデンドロクトーヌス、ルーフィペネスは、低い虫として、深刻な被害を及ぼし、大発生すると森林が広範囲にわたって、全滅するようなことがある。炭素病は、最初に低い位置の枝に感染し、その後高い位置の枝に広がって、葉落ちや幹からの松ヤニの漏出を引き起こしこしする、原因となる。記のような品種がある。 これらは、イギリス王立演芸協会の演芸功労賞を受賞している品種も多い。いくつかの品種には、青色のという意味のグラウカという言葉が添えられることがある。ありがとうございます。